タンを押してください。はい、5月今日は13日土曜日、高田馬場ミカド、3on3 固定 3on3 始まってまいります。よろしくお願いします。はい、A 番台、先方で出てきましたのは 1P 側が、高スレイアゼスケメイ、トリニクラムレザルチームの、先方アゼスケメイ、対するはチャップチップ、2P チャップチップ、クビアジャックを2両位のチーム、先方チャップチップとなります。開幕チャップチップ連鎖しながら空中投げ、ガリガリと固めていく。だがアゼス姫しっかりガードしている。だが牽制して手裏剣、遅手裏剣を当てて、アゼス姫がじりじりとスペースを詰めている。ここでスタンプヒット、バーストを背面しよう。ジャイアンツに引っ掛けるも、お互いまだ決定的なダメージはないがといったところで、ここで空中引っかかって大ダメージ、遠征がでか画面端。ここで飛んだところにいるから引っかかって、ここで3機に対して反撃だが、バソここで落ち着いてマイビータイク、立ち合い届かないがフォローが効いている。裏に回って画面足を背負う形になったが、三角飛びて脱出、降りてきて寿司からタッチパン、テーダからヒロイーの黒ビートになるが、お互いゲージ状況もほぼ五分、いい勝負、開幕からいい勝負。おここで2敗タイク引っかかってまだ決まらないが、着地の打ち身のスコーボーってメーター出して、おなんとか引きながられてる。お互い若干緊張が見えるかといったところで空中投げ、一本戦したのはチャップチップ9ラウンド。スタンプヒットファーストチェニス、エンス、ここで点入れたところにカウンター、チップがもう体力6割削られている。さあここで対空リフヒット、第2ラウンドはアゼス姫のペースで進める。ここでバーストが使ったが、まあ体力減っているのでバーストゲージも回収できるかといったところか、使わせアゼスティメイにバーストを使わせたかったけども、アゼスティメイは安定して2本目取っていく。第3ラウンド、マイビータイク、ここでチップ突っ込んできたが投げられて画面端、まずいぞ。あこれはチップの体力が溶けていく、ワンコンボでこれです。まあこういうもんですが、画面端から逃げれたかと思ったが、裏か表か分かんねえ、これは決まった前、はい、こっそり減りましたね。先方戦はアゼスティメイが取っていきます。最後なんかモリッと減りましたねこれね。あ6杯いるかとかで死ぬかなと思ったら前杯でモリッってね。はい、出てきたのは自己チャップチップチーム、地方出てきたな、首輪ジャックを先方アゼスティメイ、対するは中堅首輪ジャックを、家を出しつけてるが着実に壊しながら攻めていく。だが首輪ジャックを画面端、これダッシュをかけれる。メイガーはバーストぐらいしかやっぱりない。まあ背面使うで家を壊す手堅い選択肢、これはジャック王戦の勉強になりますね。ここで3敗が若干やはりジャック王ペースで試合が進んでいるが、ジャック王バーストも確保している。ここで家投げ対空、ごちそうさま、家投げて画面端、これはメイが早めに逃げないとまずいが、家をしっかり壊して丁寧に脱出してる、かなりうまい。あ
が丁寧な脱出を見せてはいるがコンボに行けず、ジャックオーガーが体力競り勝っている状況。だがこれは非常に勉強になりますね。家の壊し方こうやってやるんだみたいな。高校で覚醒パナシックが、オプションの方もだいぶ出てきてきているので、じゃあ首輪ジャックオーガーは無理していかない。エンゲス2敗、厳しい。ここでアタック削られる。アゼスティメイン丁寧に対処していましたが削られてしまいました。第2ラウンド、通常技でジャックを固めていく。メガは家を壊しながら少しずつ前進、時折イルカを差し込んでいく。ここでメガをバスト、立ち消え演出などで丁寧に家を壊して画面端を追い詰めた。ここで一気に体力奪っていきたいが、ジャコー地味に通常が強い。立ち消え演出なのでメイを普通に押し返した。火投げて、そして気がつけば結構オプションも出てきているが、ダメージを食らい、こっからロマンから出すコンボ。はいはい、沿線が、ま、は出さずに空中攻めを選択。降りてきたところに、ここでスタメマイハイからの、メイガはおっ、ここでガードされていた。メイガはリードしているものの崩しきれない。ここで画面端いけるか、だが首輪ジャックオーも粘り強い立ち回り、なかなかメイを完璧には捉えさせません。がメイガはこのラウンドはメイガを無理をしなければ、ここでオプション自爆ガードして、残り時間が少なってきたところで覚醒を出すが、着地に 2S イルカを合わせてメイガを取り返す。第3ラウンド、非常に丁寧な試合です。アゼシさんの立ち回りが非常に勉強になります。あとは首輪さんの通常技の振り方も非常に丁寧ですね。モラルのあるギルティって感じですね。空中投げ、ここで3敗出して押し置き、ここでデッドングル、画面端、ここはジャックを一気に出しておかないが、無理にはいかない。ボールをガードして3敗、対空決めてジャックホーが少しずつ自分の陣地を取って、メイガワに隙を与えない。バストしよう、メイガワ画面端を利用して高威力のコンボ叩き込みたいところだが逃げられてしまう。クエジャックをこうなると、ここで空中エリションドライバードーン、クビアジャック王が絶妙に止めました。ここで中継戦に移行します。怒りを分回してなんてできるのとね、この時代ではそれが今よと。さてチャップチームは中堅どちらを出してくるんでし、失礼しました、アゼスケメンチームは中堅どちらを出してくるんでしょうか。はい、中堅出てきたな、タカスレイヤー、時間いっぱい使って、スレイヤージャックを、まあ、スレイヤー側が、まあ、そこまで長い通常技がないので、どうやって家を壊しながら攻めていくかという感じでしょうか。お疲れ様です。
お願いします。じゃあ呼び出ししましょうか。はい。D バンダイどうしましょう。いいか。D バンダイ次どうしましょうか。待ちます。はい。ちょっと今呼び出しますので実況の方はお待ちください。D バンダイは、こちら弟3位のトモサンレオテレサジャムチームが勝利となります。で、平岡さん先輩チームは、ルーザーズに移行しますそうですね。はい、では D バンダイの方は、とりあえず待ちでお願いいたします。それでは実況の方に移行していきます。進行してる間にタガスレアがドットまで追い詰めているが、クビアジャックをかなり足を変えたがバーストをここで使ってアンダープレッシャーラインランド。ダウン取って、いやいや、ここでオプションは犠牲になったのだ。爆発したけど向こう側行って関係ない。3杯スレア側、ここでタッチキン演出で丁寧にスレア止めたがジャンハイ引っかかって、お、ここは C 終わりましたか。 C すいません、どちら勝ちましたでしょうか。はい、お願い、心配お願いします。はい、じゃあ C バンダイこれ呼び出したっていいですかね。どうしましょう。はい、じゃあ C バンダイ、今勝ちましたチーム連戦となります。ホヒコさん、ラムレザル、コパルソル、ヒロソルチーム今勝ちましたチーム、対するは、待ちだったチームジュンミリア、長谷川井のシャロンバイケンチームですよね。はい、お願いいたします。もう一度呼び出しておきます。今勝ちました、 C バンダー今勝ちました、ホヒコラムレザル、コパルソル、ヒロソルチーム、対するは、ジュンミリア、長谷川井のシャロンバイケンチーム。 C バンダイ、真ん中の台ですね、実況席手前の真ん中の台でお願いいたします。集まっていただいてますね。あ、はい、じゃあシャロンさんチーム集まっていただいてるんで、はい、よろしくお願いします。 C バンダイです。はい、ありがとうございます。では呼び出しが終わったところでタカスレイヤー、ここで中継先制して大将トゥーリオイノを引っ張り出してきます。じゃあせっかくスレイヤー使いのバシさんがいるので、イノスレイヤーどうなのかちょっとお話を伺ってみたいと思います。前タカさんがすごいざっくりという話、わしさんからの意見ですごいざっくりとした話で、タカさんがトゥリオさんいるのきついって言ってました。はい、以上、はい、中堅タカスリア大将トゥリオの、はい、じゃあ B はい、じゃあ B バンダイの方終わりましたので、ちょっと実況の方はあまりできませんが、よろしくお願いします。呼び出しの方優先させていただきます。はい、D 番内では今負けリードを開始していきます。呼び出します。ユウゾウレオ、テルルメイ、アッシャナベットマン、対数は、高橋ラムレザル、天雷イノ、モヤオベベノム、 D 番内でお願いいたします。もう一度 D 番内呼び出しいたします。ユーゾーレオ、テルルメイ、アシャナベットマンチーム、対するは高橋ラムレザル、モヤオベノム、天雷イノチーム。 D 番内、実況席向かい側の一番3台目の台でお願いいたします。
といったところで取り返しました。高スレアマッチポイント、トゥーリョイのここで粘れるか。はいはい、すいません、 D 番台の方もう一度呼び出します。代表者の方、手を挙げていただいて、代表者同士でじゃんけんお願いいたします。代表者、ユーゾーレオ代表者というか一番上呼び出します。ユーゾーレオチーム対するは高橋ラムレザルチーム。はい、D 番台で、お願いいたします。ここ B で、では B 番台の方も呼び出しいたします。先ほど勝ちましたジョニオチーム、ジョニオジョニー中山ジョニー発作組チーム、対するはアッセンチーム、カラーゲスレイヤーフォーキャストバイケンヨシキレイブンチーム、アッセンチームの、カラーゲスレイヤーフォーキャストバイケンヨシキレイブンチーム B 番台でお願いいたします。といったところで、動画内では対照戦ですね。トリニクラムレザル対トゥーリョイノ、唐揚げさんのチーム、唐揚げさんフォーキャストヨシケさん、はい、じゃあ、中山さん、じゃんけんして 1P2P 決めてもらっていいですか。うちのチームと試合となります。で、中山さんのチームこの試合負けると終了となります。じゃあヨシケさんそちらにいらっしゃいますのでじゃんけんお願いいたします。じゃあ大丈夫そうですね。では実況またお願いします。はい、ありがとうございました。で、対象戦第1ラウンドは最終局面に入ったところ、デッドアングル、通常投げ、これはトゥールーの、ここでデッドアングル読んでいた、亀足空中後も縦蹴り締め、マッチポイント、ラインランド、ジャンハイカウンター、これは開幕から痛いコンボ入って、これは一気に決めていくか、トゥールーのバーストしよう、取りにくいラムレザル、なんとかしたいが、ここでおーっとブリッツバックして、うまい選択肢だったけども、さらにそれを潰していったトゥーリョイノ、トゥーリョイノチーム勝利、おめでとうございます。で6ね、はい、それでは A 番台の方、呼び出しをこれから行いますので少々お待ちください。あなたは寝たままでいい、私は終わりです。はい、では A 番台で、ルーザーズちょっと珍しいですが行っていきたいと思います。平岡海、アクロマザト、はい、代表者の名前なんで、はいはい、パルシで集まるようにするので、はいはい、サーブ先輩と坂さんとりあえず呼んでじゃんけんしてもらって、はいはい、了解です、ありがとうございます。はい、それでは、平岡会チーム対するは、高須リアチーム、平岡さんと高さんの方、じゃんけんして台の方を決めちゃってください。先方高校決めちゃってください。はい、じゃんけんの方してもらって、決まったと思いますので、始めてください。
A 番台ではルーザーズ、平岡海、アクロマザト、バススレイヤー、略 DJ4 人チーム、ファインスルーはタカスレイヤー、アゼスケメイ、トリニクラムゼロチーム。はい、それでは始まりました A 番台。ワンピー側平岡海、アクロの佐藤、バスレイヤー、レクディズチーム、対するはツーピー側タカスレイヤー、アゼスケメイ、トリニクラムゼロチーム。あ、ツーピー側です、失礼しました。ワンピー側タカスレイヤー、アゼスケメイ、トリニクラムゼロチーム、対するは 2P 側4人チーム、平岡海、アクロマザト、バススレイヤー、レイクディズィー。はい、先方出てきたのはタカスレイヤー、対する先方は 2P 側先方はアクロマザト。はい、第1ラウンド、タイムコマパッ、噛んで噛み噛みして、スレイヤーの気合が保っている、カウンターして足払い、金 S ホン AS 空振りで拾えちゃうんですね、カウンターだとね。黄色で高スレイヤー、これパーカーラッシュが止まらない。マイケフェイント投げまして、もう投げ返した、アクロムザとこれはワンチャンあるぞ、バースト使わせたいところですね。あ、チャンスだけどパイルバンカー、ドーン。はい、第2ラウンド、ここでパイルバンカーでエディを潰していきますが、ここでチャンハイカウンター。2ラウンド目はアクロンサトが体力リードしているが、空中投げ展開が非常に速い、タッチピタイク負け、画面端吸血、気合が溜まってカウンター、回って回って、アクロマザと劣勢ですが、このタカラッシュに耐えきって体力を奪い返したいところだが、我慢してマイハイが怖い、躊躇のないマイハイ、パイルロマン攻め直すが、少しコンボ途切れたが、ここでダウンとパング、ちょっとドリスピにはいけなかったか、ここでレイトから最後バスト溜まった、2ラウンド目取り返したいところ、挟み込む形になった、また消化し直し、ここでステップ引き金逃げたが、キチャンからのダウンドパン、アクロマザと粘りました。第3ラウンド、足へテイクダッシュ、ゴリゴリ潜んでいく、投げまして画面足を背負う形になったが、ダソちゃんと見ている、前捨てから投げ、気がつけば体力がごっそり減っている、 PPP 固めていく、キンエスキンエス、ここでバーストタイム、はあ、タカさんの勢いが第3ラウンド目止まりませんでしたね。先方戦はタカセリア勝利です。はい、4人チーム、日本地方はここで同キャラ出しをぶつけていきます。タカスレイヤー、先方タカスレイヤー対、2P 中堅バスレイヤー、ここで開幕クロスウェイズ、カウンターまあパンパテクダッシュ、強引に攻め継続を選択、ここで危険から攻めていく、難しいけど、なんだそびている、テクダッシュ、PP 刻んで、ここでまあ早めにバーストしようといったところで、足払いでバックステア、Tステを潰していく選択肢、
足場で対応していく。バスレア、ここで貪欲にクロスワイズ、クロスワイズ、中スレア、かなりこれは嫌そう。バーシスレイヤー一本選手、足払いとクロスワイズをうまい具合に散らしています。第2ラウンド、このまま流れに乗って2ラウンド目も取ってしまいたい。はいはいはい、マッパカウンター、ここで強引にまた吸血いったが、さすがにいけない。バスレアだがノリがいい。中スレアバースを使って流れを引き戻したいところ、テクダッシュかぶせていく。こっちも攻め系選択して、またクロスワイズやり返しが、バスリア逃げている、流れがいい、ここでダソヒット、これは決まった。くさい、マジさ、はい、2金エス、バスレイヤーが流れをものにしました。このスレイヤー外見はあなただけで形容されるほど、まあ、先にねやっちまったもん勝ちみたいなところもあるかもしれませんが、よくやりきりましたバスレイヤー。はい、C 番台は、では、C の方終わったので、しようかな。今呼び出し進行してますのでお待ちください。はい、DC 空いてますが、少々お待ちください。さて今は A 番台で、ルーダーズで、 B 番台では、ウィナーズのジョニオジュニー、カラージスジョニーチーム対カラージスレアチームですね。はい、すいません、 D 番台どちらのチーム勝ちましたか、教えていただけますか。はい、お願いします。はい、実況の方戻ります。これバスレイヤーがトリニクラムレザーに追い詰められているが、バソッ空中投げ、足払い、締めていったトリニクラムレザルへ。だがバスレイヤー、タカスレイヤーを止めて仕事はしたと言えるでしょう。さて、トリニクラムレザル対するは、レクさんのディジー。お、B 番台どちら勝ちましたか。お願いします。はい、 B 番台呼び出しを行います。ルーザーズになります。ユーゾーレオ、チーム対代表者ルーゾーレオ、対するはカラージスレイヤーチーム。あ、今、残念ながら負けてしまった、ルーザーズのカラージさんスレイヤーチーム、ユーゾーさんと、カラージさん手を挙げていただいて、両方じゃんけんして、チーム始めてください。はい、では C と D の方はこれから設定が変わりまして、のじ合いになります。
皆様ぜひとも、コインを入れてプレイしてください。はい、実況の方戻ります。はい、女の戦いですね。バーストは別にね、女の戦いっていうこともなかったんですが、行ってみましたといったところで、はいはいはい、うわ、決めちっていっか、決めた、頑張りましたよね。はい、通りに比べるざる大将まで引っ張り出してみましたね、これ。はい、出てきたのは動画台、トリニングラブザル、対するは大将平岡海。ファーストガンされしまった、画面端張り付け、トイニクラムレザルの話が止まらない。画面端をキープしながらダウンして、押し攻めはラスト削り切っていく。このトリニク強い。第2ラウンド、トリニクラムレザルはマッチポイント、エンエス空中投げ、ケラを抱え取り返していきたいところ、2敗新モーション前ですね。ここで画面端をキープする、位置を入れ替えながらコンボ、ピピピ、ここでライト・ザ・ライトニング切り返していった投げ、はい、北海道のお土産あるんで、はい、どうぞいただ参加者の皆さん食べてください、バソあ、ここで鶏肉の低空ダッシュが通って画面足、さてここはダウン取ってからゴリゴリ削っていく、どうなるんだ、低空中段見えませんよね、これは。バソまだワンチャンある、スプリットシール、あ、引っかかった横投げで鶏肉ラムレザルチーム勝利。正義の意味は分からない、でも意味がなくてもあなたの引力がある、それこそが私の違う。この後ですね、タカさんのチームは B 番内の今行っていますルーザーズ1回戦、勝ったチームと敗者復活決定戦を行う予定ですが、 A 番内では、準々決勝を、2試合続けて行いたいと思います。まず待ち時間の長かったチャップさん、クビヤさん、ツーリオさんのチームと、ジュンさん、長谷川さん、シャロンさんのチームをまず A 番台で、でその後弟さん、トモさん、テレサのチームと、ジョニオ中山ホスタチームを A 番台で行います。なので 1,2,3 試合から A 番台で行う試合はよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。はい、では、今呼び出して行った通り、シャロンさんチーム、対するはチャップさんチーム、代表者の方手を挙げて、A 番台で試合お願いいたします。時間次第では3位決定戦になる可能性があります。ごめんなさい、下の方は9時半超えそうだったらちょっと変えますんで、よろしくお願いします。いや、まあどっちもいいんですけど、ちょっとモノマネお願いします。ちょっとトークさんの良さが損なわれてるんで、ちょっとこっちこっちこっちちょっと中入ります。北斗の拳の開幕ラウンドでちょっと元気出していきましょう。ああけどやっぱあれかな、儀式ユリアン版でお願いします。
あー久しぶりですねこの感じ。じゃあ行きまーす。フラッシュフラッシュイヤエイジスレフラッチいきなり何か全く分かんないですねこれね。はい、まあこんな感じでモノマネもたまに挟みながら行きたいと思いますんでよろしくお願いします。さて、実況の方移っていきます。ワンピー側、シャロンバイケン長谷川唯の準ミリアチーム先方シャロンバイケン対するはツーピー側チャップチップ首輪 ジャックをトゥーロイノで、先方チャップチップ大事ランド開幕マイピーでパイロンソードはちょっと弱くなったという話を聞きます。なのでマイピーで落ちてしまうんですね。これがパイロンソードって伝わるのかな。まあジャンハイのことです。詳しくはインターネットで調べてください。足払いイエス足払い決勝画面下に詰めて今回バイケンガオキャンセルが難易度上がった代わりに爆発力が非常に上がっているとの噂を聞いています。クナイ投げてが着地投げます。投げ返してガンマキャン空中逃がさないバーストしよう切りもみ吹っ飛びここでバーシャロンバイケンのターンが続くわ。イエスからロマンで攻めを引き続くスキャンでここで原動ヒット落ち詰めはここは逃がしてしまうがあと1回触ればいいのでチップ側かなりこれはやりやすい展開か。バイケン側もおっとここで足払いしてるかっていったチャップチップ一本選手ナイランド おっとバイケン側コンコンも決めているだけだがチップ側は柔らかいのでゴリゴリ減っていく。でシャロンバイキンの立ち回りが硬い。チャップチップなかなか攻め込めない。ここでエンエスヒット確認ツラネさんズ渡しガシュウエンスタイダーピヨーンスパッとね。はい第3ラウンドメイサイつけて相変わらず見えません。ここで新キロをはいはい我慢しよう着地下段バスト林手裏剣投げて着地禁止合わせていったベータブレード締め受け身攻めはここで上海競り勝っていってシャロンバイケンここからまくることができるか。だからチャップチップ立ち回りが安定してるがシャロンバイケンゲージ悪が上がっキャンで突っ込んでいったチャップチップあと1回触ればといったところだが前ピータイクしっかり決めていった先鋒戦のチャップチップ勝利。はい B 漫才今どちら勝ちましたでしょうか。あはいこちら側ですね。はい、じゃあ敗者復活トーナメント B 番台ですね。はいじゃあ B 番台は1試合待ちです。しばらくお待ちください。はい中堅出てきたのはジュンミリア対するは先方チャップチップ 2B が先方チャップチップ対するは 1P 側中堅ジュンミリア2敗タイク。8P タイクバーストジャンケイ2敗タイクバースト使ってお互いほぼゴムの状況渋川バックステップで落ち詰め拒否
デジタリスローマンして中段で崩していく。シップ側画面端から出す変異で脱出が対空を決められて、ジュンミリア一本選手ダイランド。お互い牽制するが、ハリーは回収せ回収した。ハリーで締める今回のコンボ、バソッチャップチップ、もはや後がないが、エンスロマンから、あーこれはしのげるか、コルトを張ってしのぎたいがゲージがない、どうするここから。キちゃん使って、うわこれはジュンミリア、あと事故らないで削っていきたいところは削りました。ジュンミリアが中堅戦を安定した立ち回りで制しました。さて中堅戦に中堅同士の戦いになります。でワンピーガージュンミリア対するは中堅トゥーリオイノ。大事ランド、エースがちょっと変わってますね。はいはい、投げ返してガマジ手下し崩して、ちょっとバーストを警戒したが、コンボを途切れさせてバースト。ここでタッチ回とジャンディ相打ち、前転デジタリス空中投げ、通量イノがペースを握っている。ここで着地 2K で通量イノ一歩選手。はい、第2ラウンドチャンハイ、今回めくり性能が非常に高い。キンバソ、これはゲージを使ってゴリゴリ攻めていきたいところ。ジャン、あジュンミリア危なげなく脱出して逆に攻め返していく。中段通りの画面端あやせば締めて、ここはトゥリーのデッドアングルをしよう。インバーストの攻めを切り抜けたのはかなり大きいが、トゥリーのここで画面端バト使って、まあ、使わせて、これは使わせただけでもよしとしましょうというところですね。でジュンミリア2本目取り返す。最終ラウンド音符当てて出会い頭を空中投げ、中段当たって崩れていく。非常に展開が早い、あっという間に体力1割。ジュンミリアが脱出したいところ、投げ返してここでダソヒット、バソこれはあと1回画面端に追い詰めることができるか。サレントコース投げてテンポアップしてローマンして画面下押し込んだ。ジュンミリア粘りを見せる、当て投げ画面端、ここでバットブーキャンチャン、はいバキバサッ、どうする、おおめくって下段空中投げ、ローマンして、これは決まった。ジャンプ D、いやジュンミリアかなり第3ラウンド危なかったですが脅威の粘りを見せてトゥールイノを止めました。素晴らしい。はい、それではもう始まっちゃうんです。エヴァ、はい、了解です。エヴァ
heaven or hell. Duel, duel, one, one. Let's rock. ですね。はい。はい。で、おっとここでバーストつかませたが、そんなに被害を受けずに済んだ。はい、理解して画面端。じゃあはい。バースト。お互い牽制してジャックを画面端に追い詰めまして、パーンと空中で飛び道具ばらまいて、が10ミリはまあ付き合いませんよね。オプションがで落とされて、3杯ダウン取って、テイクダッシュか攻め攻める、だがデッドアングル、こっち切り返し画面端追い込んでいきたい。あ、ここで3杯ロマンから空中コンボ、ごちそうさまです。落として、あ、死ぬかと思ったが、さすがにちょっと根性値で生き残った。画面端追い込んでいきます。これはゲージもあるので攻めをしのぎ、おっとここで無敵で切り返していきます。ローマンキャンセルのおまけ付き大難度、あ、はい、ホパン暴れ通って、ここで判定の強いジャンハイで上からかぶせていく。ブリッツ合戦を制したのはジュンミリアがバスト、ジャンハイめくりからの位置入れ替えだが、ミリアもバーストしよう。そうやって画面端暴れていった、迷いがない、ポイント画面端カルバットス、トースが決まった。あっ、もうちょっともうちょっと、ああ逃げたが、すごいオプションがいっぱいいる、自爆がまたアタック決まった。最後はカルバトスで安全に決めていきました。トゥービアジャックを相変わらず勝利コメントが何を言ってるか全く分かりません。で対処戦ですかね。はい、ワンピーは大将、ハセガイの対するはツーピーは大将、クビアチャーコー第1ラウンド、開幕先手を取っていたのはハセガイのだが、画面端空中コンボでさすかさず画面下ラッシュに行こう、いつバーストを使うかといったところ使った。ジャックもバーストを使ってカルバトスで、ここをカルバトスもろに対決になってる。ああ端から出たいけど、クリアジャック王の固めが徹底している、出れない。クリアハウスクリアハウスやばい、この家から逃れることはできない。着地下段、クビアジャック王マッチポイント、ナインラウンド、ここで大木カウンター、空中投げ、受け身からの脱出したかったが、今度は立ち切り対空で、わっ逃げたかと思ったが下に家があった。ジャック王ペース変わらずといったところ、バーストガードしている対策、オプションが私を守ってくれている。投げてまた拾い直し、やばいやばいやばい、黒いけどゴーって投げた、あーだがこれはバスもないし、汗が多いの、ここを逃すことはできない。あーそうですね、家が成長しているが、もう構わず先に本体を殴りまくってオプションを出させない。ここでバーストバトス、
もう一回おかわり、あー、これでオプション出てきた。あー、どうすんの、どうすんの、どうすんの、これ。ワン、ツー、ワン、ドーン。あー、完璧な流れでした。クビアジャックチーム勝利です。はい、9時15分となりましたので、ちょっとなるべく勝ち取らないと A1 内でやろうという感じではあったんですが、このままだと10時超えてしまいそうな B1 内で今から行います試合、ルーザーズはですね、敗仏ではなく3位決定戦となりますので、準決と3位決定戦の同時進行で行わせていただきます。よろしくお願いいたします。A1 内ジョニオ中山ホッサチームと弟トモテレサチーム、勝ったチームが今勝ちましたトゥーリオさんのチームと決勝戦を行います。で、 B1 内ですが、ユウゾウさんのチームとタカさん、鶏肉さん、アジェスケさんのチームが B1 内で現在3位決定戦を行います。よろしくお願いいたします。どうぞ。はい、ありがとうございました。知識は存在の一部で、それを開示した人間すらゾルゲの概念で変動的でしょ。結局全てが暫定された偏見で、真理の答え合わせは不可能なのよね。受動的直感能力がフォードの認識力だとしたら、ドクサの戦闘能力には限界があるわね。はーい、ジョニオさん、いってらっしゃい。はいはい、カバン、ああありがとうございます。落とし物が、はい、 A 番内ですね。はい、 A 番内のですね、ワンピガの方かな、落とし物届いてます。鍵付きのカバンがあります。落とし物のお知らせです。鍵付きのカバン A 番内の方で落とされた方、まあ置きっぱなしにされた方いらっしゃいましたら、実況席の方に置いてありますので、あ、はい、シャロンさんですね。はいはい、どうぞ。はい、お知らせ終了です。はい、すいません、忘れると言ったのは語弊ですね。置きっぱなしにしていたカバンが今解消されましたのでということです。はい、はい、A 番内では準決勝第2試合、ワンピー側、ジョニオジュニー中山ジョニーホッサカムチーム、対するは 2P 側弟のトーマウレオテレスジャンチーム。先方出てきたのは中山ジョニー、対するは、2P 側テレサジャム。ここで妖怪艦隊からテイク出してゴリゴリ押し込んでいくな、テレサちゃん。エイネス、あー出れない出れない、バーソバシュバシュ、おテレサジャム、少しコンボを落とそうともフォローが絶妙にうまい、流れが止まりませんが、ここで中山ジュニー足払いでジャン取っていきます。ここで強化スケキリン、わあ決めていきます。はい、第2ラウンド下段刻んで朝なぎ呼吸してレグビー、また強化スケキリン中段見えません、打ち上げの、はい、千里新章補充してキャップ史上、いやーテレサジェムノリノリすぎる。ここでタチャコインロマンしてコンボに持っていって、あっと落としたが足払いからコンボに持っていって、激に対してバスト、中山ジョニーマイケーからコンボ決めていきたいところか、危ない危ない、非常に危ない、エンエス展開が早すぎる、テレサジェム強い。視線を隠すための色目、あー早い、とにかく早かった、ハイレベルな攻防です。テレサジャム早すぎる、
comes a daredevil. Who dares to enter the main? さて地方出し軍のは、ジョニオジョニー新ジョニオ。はい、ワンピが中堅ジョニオジョニー対するは先方セレサジアム。片目から投げバソ早めに使っていく。ここでダメ足か。ここはジョニオジョニー足してから押し返していく。スパイハンターダウン取って画面端デトングル着地下段ガード C の 8K でうまく流れを寸断している。おお足払いを前捨てて抜けていった。あっとちょっとツバイハンター届かないがフォローの空中投げコインは届かない。前ハイステップデッドアングル読んでました。立ち合いかっこよくフィニッシュ。はい大難度負け。ツバイハンター、おっとジャンハイがちょっと出てしまったかが、テレサジャムこれを機にガンガン画面端押し込んでいく。デッドアングル先ほどから切り返しは無理をせずデッドアングルを使用していくテレサジャム。ジョニオジョニーは自分から無理に行かずにうまいこと牽制を差し込んでいる。特に立ち絵の使い方が光ります。例えばブリッツ合戦を制したのはテレサジャム、ジョニオジョニーはバーストで回避。前パン対空ミスト、空中ミスト下段で落としていったが着地は落ち詰めは投げ返されてしまった。攻撃が降りてきてバーストはちょっと遠かった。ミエスデッドアングルジャンディ途中からおっと拾えなかったがヒルダッシュジャンハイかぶせていきました。はい第3ラウンド、はいコインコインコイン、やっぱ地上戦で新章今回はせて出せる。位置を入れ替えたがテレサジャム画面端逆に押し込んでいく。走り刻んで下段ヒットさせてジョニオジョニーバーストしよう。はいはい目まぐるしく攻防が入れ替わる。若干テレサジャムリード、お互いゲージを吐いて、ここでジョニオジョニーが空中コンボ持っていってテレサジャムにバースを使わせる。テレサジャムを空中投げで応酬朝なぎためて、これは裏回りで抜けられてしまった。朝なぎジャンハイ叩き落としていく。おーレベルここでミストファイナー上段でぶち落としていった。おーっとスパイハンターが届かなかったが毎晩空中投げ返したテレサジャムしぶとい。金バースガードしている。お栄客下段ドットの勝負ダッチピー渋。いやー非常に熱い戦いでした。いやー立ちピー締めなのにめちゃくちゃかっこいいっていうね今ね。なんてかっこいい立ち見なんだ。あれは抱かれたくなりますね。はい、といったところでまあダンディすぎましたあれは、で出てきたのがトモさんレオですね。はい第1ラウンド
投げまして、あ、そう、たまなチャンス、ラッシュが得意なフレンズになるのか。上海ここでサバンナタイム開始、投げまして、毎晩毎晩、はいはい、バービルロマンして毎晩拾い繋がってしまう、コンボが得意なフレンズ、はい、ダイナンドスパイト、ここでサマーは空振ってしまった。ジョニョンジェにコンボを広げす、スパイハンターうまく引っ掛けてダウンを取っていく、ダメ足、第2ラウンドはジョニョンジェのペース、おっと中断がちょっと出てしまったけども、構わず攻めるジョニョンジェ、じゃあはい、バソガードされて、ダメ足どうする、ガードしてしのぎ切った、ロマンしてジャンエスが使ってしまったか、ダッシュを切り返さない、非常に大きい、ここでライデン大きくキャンして攻め切る、ドリット落ち、攻めはキャンして中段見ている、素晴らしい集中力だが、しのぎ切れるか、ここでカンシュートちゃんと我慢した、あータッチピー、攻めてタッチピー対空していきました、トウモリを粘ります。なんかタッチピーいじめがの応酬になりましたね、くしくも、というところで、ここで大将戦ですかね、発作組む対トウモリを、おここで総裁から2敗で勝ち上げていった、バソ超電眼空中投げ、足払い組むの超電眼攻め続きます、中段真剣ループどんどんジャンディジメ落として超電眼どっちだ、ここでサマー出していってロマンから切り返していく、はい、ドリット3段止めて、ここでバースト空中ブリッジ出して下段重ねてトモレをバースト、画面端立ち回りが続く、早く空中ヘイを落としてガードして、ハヤブサ落とし、お互いバックステップで前を取る、真剣突っ込んできた、真剣ぐる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 で超電眼引き離して一気に決めていきたいところが、両側押し込んでいく、時間いっぱい使っている戦いになっている、押し最後に決めていくのはどちらか、ここで止まりをされにいった、スパイト強引に攻めていく、中断通して残り4秒取り返していった、まあ、止まるマッチポイント、ダイランド発作も粘れるか、空中投げ F 式を狙っていったがガードしている、ダウン取って TP 流れるの攻めていく、サバンナタイムが始まっている、バービル前ハイライデンシャフトバトつかない、ファイトロモリを決めていきました。失礼した、私の辞書、いや非常に熱い戦いでした、負け残念ながら負けてしまいましたが、ジョニオジョニーチームも非常に素晴らしい戦いを見せてくれました、お疲れ様でした。もうなんか称号がファンタスティックビーストでもう笑ってしまった、もうダメだった。
はい、というわけで決勝進出を、決めましたのは、テレサチームとなりますので、今から、チャップさん、クビワさん、トゥーリオさんのチームと、弟さん、トモさん、テレサのチームで A バンダイで決勝戦を行います。よろしくお願いいたします。いやー、最近大会も出てなかったのはあるんですけど、要所要所での判断ミスが緊張すぎますね。いや面白かった。綺麗なバラにはトゲがあるという。いやけど発作さんの組むやばくないですか。あのシーンキャンセルシーンとかも実戦投入してるのもそうなんですけど、やっぱうまいっすね。はい、では決勝戦先方が決まりましたら手を挙げて、お願いいたします。北さん、北さん、最初の第一ラウンド北斗の拳のあれやってください。お願いいたします。レオを裏切った罪は重いっつって、めちゃめちゃ重いですね。ひどいですね。はい、それでは行きましょう。 A 漫才決勝戦は弟イノ、トモレオ、テレサジャムチーム対チャップチップ、クビアジャックオ、トゥーリオイノチームとなります。先方戦はチャップさんのチップとテレサのジャムとなります。じゃあ第一ラウンド、あれよろしくお願いします。じゃあ第一ラウンド、あれをいきたいと思います。はい、土曜高野馬場ミカド、5月13日土曜日、固定スクールにする決勝戦第一ラウンド始まります。The time of retribution, battle one, decide the destiny. はい、始まりました。はい、お約束ですね。始まって、北斗の拳みたいなコンボが早速決まっていく。聖域末、Welcome to this crazy time. このイカれた時代ようこそ。ロマンして攻めていく。ちょうどね、なんか北斗対なんとみたいな感じですね、これね。一応ジャムが北斗なのかな。おー、なんと聖剣ひよぎダストアタック決まっていく。全然 D ボタン押してるだけだっていうね。あー、ここで防衛客に対して2敗レース拾っていく。D バンダイ決まりましたかね。はーい、ハカさんのチーム、ルーターズ決まりまして、3位になりました。おめでとうございます。3位は、タカススレイヤー、アデスケメイ、トリニンク、ラメゾロチーム、おめでとうございます。後ほどまたアナウンスしますのでよろしくお願いします。で、先方戦第一ラウンド取っていったのはテレサジャム。シャオシャオしねえしねえって決まってますね。大丈夫かなこれ。はい、しねえしねえ。ここでどこ見ているここで決まっていく。ここでフワッフワッと決めていく。ここで名前忘れた、覚醒器で固めていく。ジャンハイ投げまして、取り返していくチャップチップ。はい、第3ラウンド、ジャンハイ控えていってバースト、ジャンハイアルブレード、ここでベータ、ここで、あー引っかかった。画面端バニコンみたいな感じで決まっていく。ここでブリッツ取り返していった、チャップチップダストアタック、見えない。俺の動きは人間では取られることできんといった感じで攻めていく。2敗2 S 刻んで、ここで落ちていく。激凛落としていって、ここでなーたたたたたた決まっていく。北斗、ヤグルツキュン、まだ死なない、ペシペシ、おっと最後ヤグルツっぽく刻んでいった。あー、ビン懐かしい、ましたね。いやー、どうもありがとうございました。
実況を楽しませていただきました。で、先方勝っていたのはテラザイムになります。おお、ランクアップマッチ、トゥートゥーマシェリーマシェリー。はい、第1ラウンド歌になってね。はい、ここで成人からランクアップしてしまうのか。テレサジャム止めていきたい。ここで限界、チャンリーバソツイロイの動きがいい。ハハハハ。はい、まあ6回マイパンでしっかりホイキャック落としていく。ここでガードされてロマン無理やり切り返していく。うおー、ここで大木で切り返していきます。金エス拾って殺しきった。ナインイランド油断に対してバスト使ってしまった。これは画面端、これは開幕2敗落ちから浮かせていって画面端落としていく。あっという間に体力残り1割。はい、ここで6回で暴れ潰し、2ラウンド目は完全に流れをものにしたテレサジャム。第3ラウンドエース戦利新章、画面端リスクゲージが溜まっていく、危ない。あっと簡単、これはまずいが、なんとか致命傷だけは避けられたがかなり痛い。もう少しでピオリシタ来たところかというか、もうここで切り返して、なんとしてもここで粘ってランクアップをものにしたい。トゥルイの粘りを見せる。おお、バースト使わせたがテレサジャム、ゲージがたまるぞ。ここでわらテレサジャムランクアップ損失しました。まあね、今のはオフレコということで大事な試合でテレサに負けると本当ムカつきますよね。なんか向こうから声聞こえてくるとマジその口に鉄砲突きつけてボーンとまた来世で会おうぜってね、 Go to hell ですよ。はい、ジョニオ先生からありがたいコメントいただきました。第1ラウンドはレディスキャノック、ビアジャックオー、はい、デルタジャム、そんなコメントもお金なしにもうガリガリノーティー始めた。誰も止められないのか。いいよ、100歩で声見逃しにぶち壊しまくっていく。はいはいはい、はい、ダメ足、ここでブリッツで切り返していった首輪学校、粘りたいところですが、リーチもう完全にもう出来上がってる。ダイランドはがクリアジャックをここで粘ってダイランドがほぼ完璧に進めていたが、ここで位置を入れ替えて激励に差し込んでいった。画面足から逃げたい、受け身狩りがなかなかお上手なテレサジャム。激凛つかみに差し込んでいってバソ、テレサジャム全く引きません。相打ち上等で少しずつですがペースを握り返していく。ここでホエジョヘルファイアになり、かなりヘリも激しい。ここでカルバトスガードして、クリアジャックは体勢を立て直したいところ。足払いでこうしながら進めたかったが、これは
お、ここで差し込んで壊してバスト。ここで粘りの3敗。おお、危ない。なあ、最終ラウンド。ここで戦力心情反対側に吹っ飛ばしていく。激凛で演奏しかしながら下に潜ってガチャックをここで空中から攻めていく。バーストガードしている。どうしようどうぞ。話ここは安全にデッタグルしよう。バックステから6回差し返し追い客激凛両手を刺していきます。上海めくりめくりめくり、やばい、バイ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 、やばい、止められない。テレサジュームこれしのげるか。かなりもう何もないぞ。これカルバートスで無償にも削りに行ってハイジャンプ逃げた逃げた。おっといけいけいけが、テレサジューム脅威の粘りを見せる。着地下段、ここでキャン空中投げ、粘り強すぎる。おおっ、最後はファンタスティックなリュージを見せてくれましたが、首はジャックをちゃんとガードしてました。いやーでもね、テレサジャムです、もう。やるしかない。まあやるしかなかったんでしょうね。でも、最後まで見せてくれました。非常にいい動きでしたね。で、出てきたのが、弟さんの犬ですね。中堅ですかね。クリスマスカラー、この犬可愛いですね。空中飛びどこ出しながら、はいはい、画面端、バソッ、弟っていうのを画面位置を入れ替えて、わ、クリアジャックはのらりくらりと立ち回って画面端へ追い詰めていく。音波やり過ごしたが空中投げ画面端、ここでジャックを切り返し画面端、位置を簡単に入れ替えられるのがジャックの強み。こうなると井戸川バースト使うかどうか迷いどころ。うかつには使えない。あ、逃げやったところをしっかり待ち構えてました。空対空取っていったのはクビアジャックを敗北飛んでかわして と狂言と相打ち、もつれたところに投げ空中投げ、ケミチちゃんからサンハイガードして、今度は弟のペース。ここで中断取って、ここで消毒つないで、最後の削りはどうする。音符ちゃんからのケミリーチだよという声。はい、第3ラウンド、テレサさんが元気よく下げていますが、ここで表現を直画して反撃していく。ダウン取ってバスト、3敗要所要所の3敗の差し込みがやはり強い。空中からの飛び道具オプションを絡めての連携、ここで窓際当たった、切り返して攻めていきたいところがバスト。カルバトスで流れを一度体勢を立て直す。ここでアイスラ表現で突っ込んでいく。音符がこう安全にデッドアングル、オプションを絡めて着実に削っていったが、対空決めていったのは弟いの見たく、しのげるかしのげない、弟いの勝利。優勝は
弟の友るよテレサジャムチームおめでとうございます。敗者たちの断末魔がアンサンブルとなって、2位はチャップチップクビアジャックをトゥールオイのチーム、3位は、ルーザーと制した、タカスレイヤーアゼスケメイ、トリニクラムレザルチームおめでとうございます。はい、というわけで、ありがとうございました。本日の大会これにて終了となりました。最後に、ロバートでしたっけ、モノマネしてほしいってさっきリクエストがありましたんで、最後にモノマネで締めていきましょう。何のモノマネでしたっけ、ロバート。適当にやりましょうか。じゃあ今回はロバートで、締めたいと思います。どんな締めだよっていうね。はい、行きます、行くでーす。龍月剣龍月剣青食コンアーオース。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いや、最高っす。